シオンも無事だ。精霊がまた再生する前にこのまま儀式を始める。シオン。え、これで精霊を葬るのだろうな。それをこれからやろうというのだ。黙っておいて。知っているのか、精霊を滅ぼす方法。貴様が知る程度にはな。俺を操ろうとした精霊は滅ぼさずにはおかん。そのやり方はさせない。だからやるのだ。貴様には耐えがたかろう。お前は支配者の務めを果たせ。この力で女もろとも精霊を葬る。それでこの茶番は終わりだ。世界も、シオンも。貴様を殺し、女と精霊を殺し、俺は当世界に屍の城を築こう。力で世界を支配して、それでどうするつもりだ。どうもこうもない。支配し君臨する。それが全てよ。ただ支配する、それ自体のためだというのか。スルトたち、いや、精霊さえも未来を見ていた。お前には何もない。何も生み出すことはない。だったらどうだというのだ。お前は哀れな奴だ。そういう貴様はどうだ。300年前の過去から蘇った亡霊が哀れでなければ何だというのか。そうか、初めて君をそんな風に感じたこともあった。だが今の俺はこの世界、この時代に守るべきものがある。それをお前に奪わせはしない。はあ、なぜ逆らう。報酬地学人打ち砕く。よし、我が来光身に刻め。うがっとまう打ち砕く。俺に任せてくれ。俺が支配者、貴様は塵だ。報酬地学人
クダンク、そこだケアンク、次何する貴様だけは。触れてやろう無情の痛みを。我が雷光身に刻め。これでいける。全てかき消してくれる。お見事見せる。支配されないために支配する、それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか、行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、無視が走る。違う、許し合うことこそが強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるの。そう思うのはお前が孤独だからだ。誰かと出会ってきたお前だって、相手のぬくもりに触れたことは、友、支え導いてくれる者はお前にだって仲間くらいいただろう。俺が覚えていたのは、背中に振り下ろされる無知の火のごとき痛みだぞ。まぐれに奴隷を殺す狂気、より弱い者を生贄にして生き延びる客、愛だと友だとどこにもありはせぬ。どうやめる気はないのか。くどい女一人と世界を天秤にかけながら俺に道理を説くとは片腹痛いわ。確かに死を持ってきてくれ、俺のわがままかもしれない。誰も生贄にならずに死ぬのが俺の願いだ。決して天秤にかけていなどしていない。俺と同じく欲しいものは全て手に入れる時にある。違う、俺が目指すのは与え合うことだ。ぬくもりを許すよ。奪い取るだけのお前と同じなものが。知ってるぞ。何くする貴様だけは。燃えろ。からこそ全て豪華爆炎戦。王は一人、他は全て消えろ。やらぬか、やっと行った。今だ、どこだ。炎の剣、シオンから託されたこの力でお前を倒す。豪華爆炎戦。中の炎が終わりだ。ふん、貴様が失せれば全て収まる。死ね。お前こそ孤独の限界を知れ。